わからない。この感情が兄弟だからなのか、それとも違うのか。浅村優太です。はじめまして。はじめまして、綾瀬咲です。あなたも私に何も期待しないでほしいの。こういうすり合わせができるの地味に助かる。浅村くんフラットなんだ。仲のいい女の人とかいたんだ。死ぬかもしれない行為はさすがにスルーできないよ。綾瀬さんがどんな性格かなんとなく分かってきたかも。私たち似ているのね、ダメなところも含めて。気づいたら浅村くんを意識してる。これって何なんだろう。そもそもさ、俺が好きになったのは好きになっちゃいけない人なんだ。自分でもわからないんです。でもなんか意識してしまっていて。すり合わせをしたい。すり合わせって何なん？義妹生活。勇気を出してくれてありがとう。